はい。あしらなりだ、正規販売店の泉と申します。でだはこういったシェルコドン製品をオンラインで販売しています。今回もドイツの老舗メーカーであるクレイステというブランドについて紹介しようかなと思います。今回は小銭入れですね。前回、えっ、ー、と、2つ折り財布を紹介しました。特徴としては、まあ、これは小銭入れなので、そんなに大きくはないかなと思いますね。ただやっぱ、やっぱり、えー、シェルコドンの裏側を使っているのがまあ特徴ですね。 あと、ま、スタンプは、ちょっと半分だけありますね。これ、個体差があるんで、多分真ん中に、えー、来てるものがあるんじゃないかと思いますね。で、ホックが付いてて、まあ、大きさとしては、ババンゾーの、えっと、二つ折り財布の右半分ぐらいかなって思いますね。で、これは、ま、シェルコードはバ,バーボンって言われる色ですね。よくウィスキーと同じカラーって言われていますけど、ウィスキーよりは薄いかなと思いますね。これはちょっと使用してるんで、 濃いめですねナチュラルと,、えー、っとウイスキーの間の色かなと思いますね。まあ、色ムラが多くて、えー、経年変化で褐色色になるのがシェイクドンバーボンの特徴ですね。あと小銭入れとしての特徴は、やたらここの部分が長いっていうことですね。フラップって言うんですかね。えー、っと上半分がやたら長いということですね。 日本の財布だと、まあ、こんな感じで若干上,上ら辺が、えっと、短くて下側が長いのが特徴ですけど、まあ、クレイスは、まあ、上下両方とも同じぐらいの大きさになるかなと思いますあとマチが、えっと、伸び縮みしないっていうのも特徴ですねこれはシュランドレザーの財布小手に入れにも似てますね大きさもあんま変わからないですね 日本だとやっぱり伸び縮みする小銭入れが多い中、これは珍しいですね。個人的には伸び縮み,伸び縮みする、間、えーまあ、違い伸び縮みする小銭入れの方が好きですね。内部はこんな感じです、ね。密、ま、ン、あ、ではないの、ね、で、ちょっと汚れてますね。まあ,あの、まあ、オーソドックスな小銭入れかと思いますね。薄さを追求してるんですかね。でまあ、縫製とか、まあ、小刃の処理は結構綺麗に。 されてますね。ここはなんか日本と似たような感じが見えますね。さすがドイツですね。ドイツもえっと日本と同じような感じで、かなり丁寧に作ってありますね。